本棚を整理するために、まあ、どんどん処分していこうと思ったうちの一つです。まあ、ネットで高く売れば、まあ、これ30円で買ってるんですけど、ネットで高く売れば、ネットで売ろうと思ってたんです。まあ、ちなみにこの立原あゆみ、昔、チャンピオンっていう雑誌で、マジっていう、まあ、ヤクザの漫画描いた人と、同じ作者の、なんか少女漫画の話なんですけど、プレミアついたらラッキーと思って、30円で買ったんですけど、1円でした。残念。まあ、正直、まあ、1回は読んだんですけど、内容が、まあ、全然頭に入ってこなかったです。しみつる。ハートのエースです。まあ、これも、さっきと同じように、30円で買ってきたんですけど、まあ、ネットで、高ければいいかなと思ったんですけど、1円です。カタピシアで行こう、瞑想編。まあ、この作者は、気色ハンターとかいうのがあって、この気色ハンターは面白かったんで、これも買ったんですけど、まあ、一応一回はちゃんと読んだんですけど、くすっと笑う部分は何箇所かあったけど、これも、まあ、いいかなと。まあ、とりあえず、値段を調べてみたら1円です。しかもこの1円でも誰も買わないという状態なんで、もう、まあ、そうですね、病院の待合室にでも寄付しとこうかなと思います。同じく、片道、片道車で行こう、暴走編、夏二の巻。まあ、これもさっきの瞑想編と同じく、1円でも誰も買わない状態です。まあ、病院の待合室に置いといて、まあ、暇つぶしに読むには、まあ、ちょうどいいかなと、思います。